寄宿にほうき星が入った。精神の定め、収穫の時は近い。鍵となるのはやはり彼か。誰も助けちゃくれねえぞ。大丈夫さ、僕が絶対に助けてやるから、僕を信用してくれ。うるせえぞこのガキ。風がか弱き者の嘆きを運んできた。俺の目が力なき者を守れとうずいている。貴様何者だ。忍者エビルジャマー影マサ。影マサだと？嘘をつけ、影マサは死んだはずだ。それも俺の魔眼の力だとしたら。何？おい少年、自分のやろうとしていることを誰かに信用してほしいのなら、やるべきことは一つだ。それって、野郎どもやっちまえ。魔眼。言葉ではなく行動で示すのさ。俺の瞳は全てを縛り、目に見える悪を滅ぼす。ただ人質は滅ぼせない優しい魔眼だ。忍者影政、人々は彼をヒーローと呼ぶ。だが彼は絶えず歴史の陰に生き、戦い続けている。彼の素顔を知る者はいない。すごかったよね影政。あの体術は参考になんな。いまいちじゃなかったか。そう、ボルト君はどんなところが気になったの？肝心の影政がな。信用されるとかされねえとかどうだっていいだろう。あんな弱っちいやつが何かしたところで何になるんだよ。都合良すぎだってばさ。ずっと目離さずに見てたくせに。いや、確かに忍者の生き様とはあんな生優しいものじゃない。例えばおかげさまは。お前は父ちゃんのいいところしか知らねえんだよ。そういえばおかげさまもやっぱりあんな風にかっこいいな。だっておかげさまは忍界大戦の英雄じゃない。家でもピシッてしてるんでしょ。いや、父ちゃんはあんなんじゃねえってばさ。寝坊はするし、靴を左右逆に履いたりするし、全然ちげえって。こないだだって母ちゃんに言われて着替え届けに行ったら、ああボルトか、
そこ置いといてくれ。ほんとダセよな。おかげさまが。そんなもんだよな。現実の英雄なんてかっこいいだけじゃ務まんねえしさ。そんな。岩兵衛たちの言うかっこいい忍者ってのもわかるんだけど、現実は難しいよな。映画みたいに敵があっさり出てきてくれたら世話ないってのに。でもやっていくしかねえだろ。証拠をつかむまで俺たちも迂闊なこと言えねえし、そもそも影はおめえにしか見えねえんだから。被害広まってるみてえだな。ああ、アカデミーの外でも起き始めている。本当に俺たちだけでいいのかな。さあな。そう思うならおかげさまに相談しろって。ダメだってばさ。やっぱ父ちゃんたちに任せておけねえ。ならいいけどよ。お前その影見つけるアイデアあんのかよ。ま、協力はしてやるけどどうするか考えとけよ。じゃあな。三人寄れば文字の知恵ってな。今日までの事件を整理してみるってばさ。まず電気の事件だな。入学式の朝、電気の後ろに見えた影、俺は電気を追いかけていった。そしたら愛車が暴走して、あん時はきつかった。お前分身使いが荒いんだってばさ。仕方ねえだろ、他に方法あんのかよ。電気の時は話すだけで影は消えたんだよな。そうなんだよな、メタルは気絶させないとダメだったのに、暴れてた不良や修理のおっちゃんもそうだった。でも紛れのやつは電気と同じだったぜ。ってことはメタルとかと違ったってことか。いや、影に疲れるとおかしくなったのは同じだった。気絶と同じくらい何かの衝撃があったらいいのかもしれない。いずれにしてもあの影が心に影響を与えてんのは確かだ。おまけに死の先生にまで取り付いたことから考えると、実力のあるなしも関係ないってばさ。あん時は美月がいてくれてよかったぜ。あの影チャクラだと思うか。わかんねえ。でも一瞬化け物みたいになるのが見えたのは。ああ確かにな、チャクラはそんな風にならないよな。だけど影が消えた後チャクラがなくなってるみてえだし。だいたいなんで俺にしか見えないんだってばさ。錯覚とか。そんなことあるわけねえってばさ。まあ証拠はねえけど。そうだよな、あんだけはっきり見えたんだもんな。あーもうこんがらがってきた。結局俺たちだけじゃわかんねえぜ。なあ父ちゃんに話しちまうか。今更かよ、それダッセーだろ。まあ今更だよな。俺は父ちゃんとか先生に任せっぱなしにしたくねえ。電気もそうだけど、みんなをあんな風にした奴が許せない。そりゃな。でも父ちゃんたちに話したら絶対に子供は手を出すなって言われる。俺はそれが嫌だ。俺はこの手で仲間にちょっかい出した奴を懲らしめたいんだってばさ。当然だな。だとしたらなんであんなのが見えんのか突き止めねえとダメだろ。お前んとこの母ちゃん、ヒューガの姫様だろ。あれが発言したとかねえの。白眼か。白眼、三大道術の一つだね。木ノ葉最強と呼ばれるヒューガ一族にだけ継承される全てを見抜く瞳。いつからいたんだ。
ずっといたよ。その様子だと疑ってはいたんだね。ああ、一応な。だったら一遍、白眼について聞いてみたらどうだ。嫌なのか。ちょっとな。でも手がかりはないんでしょ。結局君が白眼のことを聞かないと話は進まないと思うよ。そうだな、聞いてみっか。でもこの目が白眼じゃなくて本当に俺の勘違いだったら、俺の目って白眼なのかな。この目に本当に力があるなら。あれ、ここ私は君の夢を通して語りかけている。夢ってあんた一体。渦巻きボルト、君の瞳はいずれ来たる破滅に対する希望の星だ。は？君の中には希望の力が眠っている。まさかこの目に。君はその目で世界の運命を背負うことになる。その目が君を導くだろう。闇を払う光を。ひまわりか。うん。真珠色のナイトメアが俺に運命をつけた。え？真珠？星空のざわめきが俺の堕天使を解き放った。この偽りを砕くね、白眼から逃れられる者はいない。以上。あと足のがおかしくなる前に立ち寄った場所、接触した人間を全て洗っている最中だ。いずれにせよ、アカデミー周辺で不自然に前後不覚になる人間が出ている。しかもそれらの人物は皆チャクラに異常な痕跡があった。それも全員ボルトの近くでなんだな。調査した限りではな。狙いは何だと思う。さあな、少なくとも今のところボルトを狙う動機は見当たらない。火影の息子だから狙われたってこともねえんだな。やり方が回りくどすぎる。むしろボルトが首突っ込んだだけだろう。あいつらしいといえばらしいってばよ。注意をしておくか。めんどくせえことにならないよ。ほどほどにしとけよ。ああ、気をつけるってばよ。じゃ引き続き。大丈夫か。すまん、根を詰めすぎだぞ。それこそ面倒くさいことになる前に休んどけ。ただいま。おかえりなさい。お、鹿丸くん、また送ってくれたの。んじゃ、旦那をゆっくり休ませてやってくれよ。いつもごめんね。おお、なんだ。それがボルトの様子が、
り注ぐ光より俺はシャイン、光よりまばゆい闇、すなわち俺が世界を包むぜ。資料ギリギリの闇に酔いな、無限大にクレバーなエレガントが俺の真理だ。悪いな運命の女神、俺の人には暴走来週より早くあんたの加護を横取り。お兄ちゃんが変なの。なあ、そうみてえだな。今こそジェネシス。あ、父ちゃん、俺すごい力に目覚めちゃったぜ。すごい力ってお前な。ちょっと待てボルト、まさか封印の書とか持ち出したりしてねえだろうな。なんだよ封印の書って。禁じ手とされる忍術を記した巻物だ。当然禁じ手だからヤバい術ばっかりが載ってる。初めて聞いたし、大体なんで俺が。いや昔いたんだよ、手っ取り早く力が欲しくてその封印の書を盗んだやつが。ひってえな、そんなやつと一緒にすんなよ。そうだな、そいつはとても許されねえやつだってばよ。いや悪かった父ちゃんの話は忘れてくれ。でお前の言うすごい力ってのは何なんだ。白眼だよ。何？普通白眼はかなりの修行を積まないと発言しないもんだぞ。え、そうなの？じゃあ俺ってば本当に天才じゃん。まさか。え、なんだよ父ちゃん。鹿丸の言った通り、海岸にはかなりの修行が必要なはずだ。そしてお前がそんな修行をしていないことは俺が一番よく分かっている。なんだよ、じゃあ俺が嘘ついてるって言いたいのかよ。いや、ひまわりみてえに突然目覚めることもある。だから一概には言えないんだが、しかし要は俺のこと信用してねえってことか。少なくとも根拠は必要だ。俺には見えるんだ。ボルト、ボルト、ここで言い争っても仕方ないわ。おじい様に話を聞いてきなさい。連絡しておく。本当に白眼かどうかおじい様なら調べてくれるはずよ。じいちゃんのところでもどこでも行ってやるってばさ。あいつ今頃話聞いてんだろうな。ってわけでこれからじいちゃんに聞いてくるんだよ。俺の報告楽しみにしてよ。本物の白眼だと認めさせて父ちゃんをギャフンと言わせてやる。白眼ってチャクラの流れが見えるんだよね。ああ、戦う時に敵が体のどこを動かすかも分かるし、壁の向こうまで見えるそうだ。もし本当に白眼ならすごいよね。お前またかよ。とはいえここちょっと苦手なんだよな。何が苦手なのだ。うわあ、よう来たよう来た。ボルト、おじいちゃん。ひまわり、おじいちゃんじゃよ。おじいちゃん、おじいちゃん、よく来たわね父様。ん、ご無沙汰しています。お父さん、花火。父様もああですし、堅苦しいのは無用ですよおかげさま。んんん、お姉ちゃんよ。けんけんぱけんぱ。改めてよく来た。白眼についてだったな。じいちゃん、
俺、白眼が目覚めたかもしれないんだってばさ。うん、少し説明しておこう。白眼は我がヒューガに伝わる血系限界、すなわちヒューガの血を引く者にだけ受け継がれる特殊な道術の一種だ。しかしヒューガの者が全て白眼に開眼するわけではない。またそれを使いこなせるかどうかにも差異がある。そして白眼とて忍びの術、普通はたゆまぬ鍛錬や厳しい修行なしに開眼することはまずない。開眼にはかなりの修行が必要なはずだ。そしてお前がそんな修行をしていないことは俺が一番よく分かっている。白眼は使えば必ず分かる。使う己自身はもとより周囲の者からも一目瞭然だ。だが、今の状態ではお前に本当に白眼が宿っているかは分からん。ゆえに試してやろう。庭に出よ。え？このわし自ら相手してやる。白眼はあらゆる障害物を見通すことができるの。視覚もほぼゼロ。そして白眼はチャクラの流れも見通す。チャクラの流れ、俺の見えてたのがそれなら。そう、いい目よ。もっと目を凝らして。次回ボルト・ナルト・ネクスト・ジェネレーションズ、自分の証明、この目が特別だって証明してやるってばさ。